ですか？今日はユーフェスの舞台に立ったので、すごいよね。ああ、え？だけどやった。すごい、普通にやった。2回も出るってことあるの？2回も出ました。これ髪ぐちゃぐちゃだよ。反対あ、絶対違うわ。もうあれちっちゃいもん。お、あれだ、ほら餃子。あ、あ、この肉まん、この肉まん、中華まんでした。あれ、え、切って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 、こっちだ、こっちだ。おらららららほら、ついてるとこあった。見てみると、ステッキは、ステッキは、ステッキに引っ越してくる。あれ、ステッキどこ？ほらほら、あ、よかった。入る、さっきまで入らかったの。イエーイ、もう来る、来る。あれ、何食べるの？あ、それ、いいの。2、1、カチャン。言い訳をしているモモは、この人が言い訳をしているモモは、言い訳をしているモモは、それに関わらず言い続けるママ、この人がママ、そしてそれに対して言い訳をするモモは、それに対してツッコミを入れるモモ。どうしてこんなに私ミスなのかしら。皆さん、この子にどうしてミスになるんですか、教えてください。どうかじゃあ教えてくれないとこの続き見てませんよ。え、すごい景色。はい、今ユーバーをジャンベル始まった。はい、みなさんこんにちは、ヤモチャンネルです。今日はカラオケに行きました。イエーイ。だから今ラフィエスタを歌いました。今カラオケに来てるのでした。ほら、すいません、今ゆあちゃんはスパリ、今日から俺はスパリを歌います。ここ鏡かわいいですね。やっぱここかわいそうですね。この抹茶のわらわるケーキですね。今大好きで、大好き。あ、これってアムロちゃん。そう、今アムロちゃんのなんかコマーシャルみたいな歌ってるやつがやってました。アムロちゃん最近のアムロ。あった、ありがとうございます。次、ももほら、いや、頼んであげてよ。え、何がいい？ずーっといくら。
注文した？メニュー見れた？うん。いやでも最初これ同じの人と思ったけど、お子様だったからもうこれにして。いやこれにして。これ何？キツネうどんの温かいのください。キツネうどんって何か分かるの？これがキツネ。分かるんだ。ママさ、後からさ、あっちの方行ってさ、ユアたち、そういえば何メニュー見ても分かんないかなと思って不安だったけど、はい、買えました。買う買う。そうです、暑いんですよ。キツネの耳、あ、3個もついてた。さっき1個食べた。メニュー見たら3個だったけどね。かまぼこ3個入ってますか？よかったね。かまぼこも最高。今日はユーフェスの舞台に立ったので、ね、舞台だから結構疲れてるよね。うん、そう。おいしい。ももちゃんですか？いつも見てます。お母さんは？あっち、あの握手してもらっていいですか？今ファンの方に会いましたね。うん、会いました。でもうどん食べてる時なんですよ。ももちゃんの悪いんだけど、写真撮ってもらっていいかな？あ、じゃあこっち。写真は撮りました。ファンの子に会った。嘘、本当に？どこ？運命的。ちょっとジェリー開ければ死んでた。今飛んだよね。今何が？今なんか汁がポーンって。爪の耳美味しいで。で、今飲みたかったものを買ってきてくれた。ゆあちゃんですか？そうそう。はい、オッケー。以上、イワの超自然体の休みの日の動画でした。こんなんでいいのかしら。バイバーイ。バイバーイ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからはツイッター、インスタグラムも見てね。バイバーイ。